さあ、今日も今夜も恋プロをやっていこうと思うんですけども、あ、どうもアザラシです。いやー、お知らせに不吉な文字がディズニーイベント永遠の魔法開催、左上にあコピーライトディズニーミッキー&フリエンズ、フレンズって書いてありますね。うわードナルドがいますね。ドナルドだけ、ドナルドだけ確認ができる。あ、リスのやつ。あ、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 関係ないやん、こいつ。それ関係ない。それ関係ないやつ、俺や。あ、顔が固まってる。いやーねー。うわ、びっくりした。音でかっ。画面横だ。世界一楽しい時間を過ごそう。あ、俺やってよ、なるほど。またとなる。お前の考えを当ててやろうか。北京ダッキー、君にあげる。こんな風に笑ってみて。気合いの入ったイベントだ。お前はどれに乗りたいんだ。お前って。はい、チーズ。冒険に出る準備はできた？これはヨダが怒っちゃない。ヨダが黙っちゃないですね。お前。不適切な発言もありました。目を開けろ。最高の景色。可愛いな。お前に見せてやる。可愛いな、ザーコ。君の笑顔をずっと見ていたいな。この瞬間は忘れない。永遠。このイベント見たい。やんねえぞ俺は。やんねえぞ。やんないからな。ディズニーとか。ディズニーとか。もう、土台まずあまりディズニーが好きじゃないからな。めっちゃいっぱいなんかいっぱいもらえますね。コインがいっぱいもらえますね。ディズニーが好きな、言っちゃうけどさ、まあ、そういうところがダメなんだと思うけど、ディズニーが好きな女とかちょっとあんまりだわって。言わない方がいいのかな、こういうのは。言わない方がいいのかな。いろいろ押すボタンがね、とりあえずチェックついてやつ全部押していこう。受け取り可能。あー、よし、戻ろう。花のショップって何？実体何この花のショップ。花のショップ。あー、よくは金でなんか買えって感じかな。このイベントってやつに、今ディズニーが入ってるわけじゃない。これか？あ、これでガチャれば、これさ、あ、ルール説明を全部まず読めと。あ、もう知らん。はい。で、押す。うわぁ。まずガチャ引き換え券が持ってない。え？ある？ないでしょ。まあ、画面をいまいち理解してないからな。理解してない状態でやってるからな。はい、関係ない。はい、関係ない。はい、関係ない。いいですね。こういう髪型は万人受けする髪型がですね。どういう状況なの？銃持ってるよ。銃刀法違反で捕まる。え、これ爆死、ガチャ爆死ってやつか。これさぁ、これ何？無料ガチャが1回できる。さらに1回。1回できるぞ、と。なんで？なんもかすりもしてない。
1800あればできるんかいね。シェア。何をシェア。何もシェア、何もシェアできん。ダイヤ型に、そして、消費するのは銀河ガチャ1個しかない。これ今日のラスト。これ以上できません。なんかこれ溜まったらなんかあんのかね。いやさ、わかった。勝ったもんじゃないな。はい。特に何もなしというんですね。何も始まらなそうだ。ディズニー関係のことは。今日も、コツコツとね、日常を営んでいこう。なんだい？あ、はい。なんか言おう。善、怪しい笑い。善が私に聞きたいことがあるって、ケンさんから聞いたけど、俺が笑うとおかしいか。本当のことを言っていいの？煽っていく。俺にたくさん笑えと言わなかったか。笑えと言っておきながらありのままの方がいいよという。振り回していく。嫌な女だ。はてなはてなはてなはもう会話が続かないんで、なんか何かしら言っていこう。私のアドバイスを聞いて笑う努力をしてたの。これ小悪魔的で、これ小悪魔的でいいと思うんですけど、これはいいですね。こういうドキッとさせる、いいですね。こう、今日はあやとり芸人ですよにしとこう。どなたですかね。はい。通話、さあ通話。お前だけの、あ、俺だけの、お前って。もう家を出たか。は？は？どうしたら消えるんだろう。あと10分したで。間に合ってよかったよ。なんですか。ストーカー？悪い。今日の同窓会、一緒に行けなくなった。同窓会？同窓会に一緒に行くの？急遽大事な任務に就くことになったんだ。だ先輩って言ってなかった。同級生って行くのが同窓会だってさ、先輩連れて行ったらなんか、え、あの人誰なのみたいな感じじゃん。完全武装で現場に向かってるところだ。あ、そう。今シンガポールにいるから同窓会出れないみたいな。あ、でも手に負える範囲内だ。うるせえ。危険は犯さないよ。あ、はいはい。あ、うるせえ。何？不安なんだ。あ、そう。事件だ。そうだ。今回のは一筋縄じゃいかないだろうからな。ね、すぐ駆けつけないとね。すぐ駆けつけないと死ぬパターンですね。ここで通話が切れる。でも完全に死んでるから。次会うときに。はくーって死んでる。今日もし、誰か、お前に何か言う奴がいても、同窓会が気にすんじゃねえぞ。よくわかんない。あることないこと、いろいろだ。相手にすんなよ。なんか、噂がありそう。気になるなら、今度俺から話してやる。あんまり気にならないから、この、はい。ニュース !What new? What news? キラ、エクスプロジェクトで、さ、じゃあ、ね、ストーリーを進めていきましょう。ディズニーの話気になるけど、いやー、ちょっとどうやってディズニーのところやればいいの？あ、デートっていうのがありますね。撮影記録っていうのがありますね。まあ、進めていきましょうか。時間的にも、まだ9分ですけど。あ、電話かかってきました。これ、3の2終わらしたとこです。あ、しも、え？ちょ、すぐ撮ったらよかったのか？もう寝てた？いや、もう少し寝ようと思ってる。あ、謎のシンクロ。今週君の好きなマンハッタンのリバイバル上映があるんだ。あ、そう。一緒に見に行かないか。一回見た映画をもう一回、いや、あの映画好きなんすよって言っててもさ、その映画をもう一回リバイバルでやってるからって行かないよ。行くのか。わかった。俺が例えばすごいジムキャリーのイエスマンが好きだったとしてさ、イエスマンのリバイバル上映やってるからってさ、行かないぞ、俺は。ん？ん？
次の土曜日だよ。土曜日だよ。この日に何か予定があるのか？あるのか。あるのか、いいが欲しいね。うん。あるのか、いいのがいいな。なんか、いつの間にか距離が近くなりすぎる。エクスプシャル。あ、そう。仕事の方が大事かな。見られないなんてことはないよ。え、なんで？今のところはね。だが、君は土曜日に用事がある。おう。それならば、日曜日の上映に変更してもらおう。は？そんなことできるの？そう思っていてくれて構わない。は？では、追加上映だとしたら？ん？ん？どういうこと？念のため主催者に日曜の追加上映ができるように頼んでおいたんだ。あ、今ひがすごいなでた。ああ、君に嘘はつかないよ。ハテナはすごい浮かんでる。僕が好きでやったことだ。目には及ばないさ。グイグイ来るなこの人。素敵な映画は大切な人と見るに限る。そう思わない？別になんかツタヤとかで借りてくればいいじゃんね。いや、よく状況が、状況がよくわからない。じゃあ、他のファンに謝らなければ。どういうことなの？日曜日にマンハッタンを見るのは、僕たち二人だけだからだよ。何が言いてえんだ、こいつは。どういうこと？僕が一緒に見たい人は、そんなに大勢じゃない。すまない。何が言いたいのかよくわからない。だから、あざらっこ。日曜日、僕と一緒に、マンハッタンを見てくれるかな。マドロックシーナー、もうツタヤで DVD 借りてきましたっていうことじゃないの？マドロックシーナー、こいつ。マドロックシーナー。3の3。3の2がね、ちょっとゲームみたいなやつだったんで飛ばして、3の3のストーリーから行こうと思います。以前、ヒダとした自分の好きなお菓子を教えという約束を思い出し、手作りのプリンをお土産に持ってきた。プリンが嫌いな人って言うらしいね。ピーナッツくんとかもプリンが苦手言ってたけど、ピーナッツくんって誰だよ。みんなご存知、ピーナッツくんです。もうプリンがダメな人なんて言うんだなと思って、動画を見ながら思っちゃった。ね、プリンなんて大好きだわ。大好きだわ、プリンとか。なんなら自分で結構作ってるものね。プリン楽なんですよ。作ろう、自分で作ろうと思うと。買うとまあ買ってもいいんだけど、自分で作ったら、牛乳と砂糖と卵があったらできるからね。ね、できるよね。で、まあ、ほら、固まる原理っていうのが、ほら、卵って熱を入れたら固まるじゃない？そういう原理でプリン固まってるんだよね。タンパク質の変性によって固まるわけだ。だからまあ言ってみれば、なんかその、ゼリーとかとまた違う固まり方だよね。まあゼリーもタンパク質だけど。だからまあ、プリンなんていうのは、まあ、見た目に反して、まあ、牛乳を取るんだけど、そんなにこう、なんかこう、タンパク質を取ってる。まあ、タンパク質といえば、まあ、プロテイン。まあ、ただ英語で言っただけだけど、プロテインなわけだから、まあ、ボディービルダーとかの人にも、プリンをおすすめできるんじゃないでしょうか。まあ、もちろんね、砂糖は入れないんだろうね、そういう人たちからしたら、ね。砂糖を入れないプリンって、なんか、もはや、茶碗蒸しでは。って思うけどね。なんか BGM ないんだよね。はい、はい、全然話聞いてなかった。今の人の話出てきた。今の人がしたいんだ。だ、ガキが出てきた。金髪の子役。これはうざそうな金髪の子役ですね。これは、下にも聞いてたな。一流芸能人。ガキが。舐めてると潰すぞ。右にこう、右と左に黒字で。最初にこいつにインタビューとか受けるなら、ま、俺のインタビューなんとしても断る。早く。ちょっと待って。本当に後悔しない？何？来た。何？やあ、ポテチ姫。また会ったね。クリスチャンと言います。ク
クリスチャンっていう名前ってさ、時々いるけどさ、キリシタンってことだろ、要は。日本的に言うと、なんだろうな、神社の神主ですみたいなことじゃないの、名前的に。神主とかさ、お坊さんとかっていうことでしょ、名前的な意味はさ。なんか、普通にこういう名前がいても、その、ありがとう。カタカナで見ると普通に。気に入ってもらえて嬉しいよ。こうやって見る。機会があったら、日本的セッションしてみる。考えると、変な名前だよな。私、キリスト教徒ですって言ってるもんだろ。ブディストですって言ってるもんだろ。言ってる、ちょっともうわからん。向こうの韓国旅行だ。クリスチャン。じゃあ、もしかしたら、彼女のインタビュー受けてくれる？でもクリスっていうのもクロスだっけ。僕が大好きな番組のプロデューサーなんだ。このインタビューが放送されれば、きっとみんなに注目されるよ。十字だから、クリスどう考えてくれない？全然話が頭に入ってきてない。こんなジャリ焼きのことなんてどうやっていいんだよ。メイクアップアーティストのインタビューはどう？ほなキラの話は別に。先にスタジオへ行ってね。ゲーム会とかあんまり、ね、また興味なさすぎてさ、話を拾う気にならないんだけど、やっぱ女の人とか好きなのかな、こういう芸能界とかさ、ゴシップとかワイドショーとかさ、結構好きなんすかね。全く興味がない。ディズニートークをもうちょっと広げようと思う。ディズニーディスリートークをもうちょっと広げようと思ってたんだけど、タイミング失ってしまったな。あ、クリスチャンを。クリスチャンを獲得しました。さ、3の4も行っちゃおう。楽屋を出て撮影現場に来てみると、そこは現場特有の熱気に包まれていた。こう、杉田智和は一体いつ出るんですかね。マルチカメラの撮影現場の調整ってこうするんだ。AD が1,2,3よ。こんなにスタッフを動員できるの？それにこの台本、すごくわかりやすく書いてある。何これ？天国だ。よかったら、くすぐない。プリン、なんであなたが善だった？杉田智和が出てきた。爽やかなタレントの青年のようだ。しかしその顔にはいつもより人を見下した表情を浮かべている。お前は出かけるたび、何かにぶつかってるのか？杉田智和が何か言っとる。見てみたかったんだ。うつむいて台本を読みながら歩いてるバカがぶつかってくるかどうか。いいね、実にいいですね。これは言われてみたい。ここまでこうストレートに。結果は予想通りだ。ド M の気質があるからいいっすね。全員は私が持てた台本を手帳の目に向けた。そんなに夢中になるなんて、よほど面白いことが書いてあるのか？もう杉野智和が真面目そうに。さっきそこら辺をうろちょろしてただろ。メモを取っていたのか？真面目そうに話してるのを聞くだけでも笑ってしまう。見ました？ハレハレ愉快を。踊ってたやつ、もうなんか最初あ上がってんなと見て、もう次にもう一回見た時にはもう300万再生いってたから。時間を止めてゆっくり書き留めさせてやろうか。300万再生の動画を生み出す男だぞ、杉田智和。多分再生してる人もちょっと頭おかしいと思う。あんな冴えないおっさんがさ、全然キレも何もない、練習もしてない、ハレハレ愉快に歌ったやつなんかをさ、なんで見てんのみんな。よくわかんないよ、俺には。もっとはるかに練習して踊りを覚えて歌って。こんなところにイボルバーがいたとかな。歌ってる人たちがちょっとバカみたいじゃんね。あんな踊りで300万いってたらね。まあ、それがね。お前が言ってるのがあの金髪なら、そうだ。え、イボルバーなのあの人。そんなまさか。
手帳は捨てた方がいい。障害者手帳か。進歩したければ効率の悪いやり方は改めるべきだ。制作現場の調整について最も多く学べるのはどこか、よく考えろ。なるほど。スキップビートの鶴ヶ蓮みたいなキャラだよね。ね、鶴ヶ蓮は割と好き。今持っているのはプリンか。そうだ。そうですけど、そんなものを持ってうろつかず、スタッフに行って冷蔵庫に預けたらどうだ。ひどい腕前を披露したいなら話は別なんだ。お？ちゃんと前を見て歩け。人にぶつからないようにな。話が噛み合わねえな。今のは欲しいのかいっていうのに対してちょっとイラッとしちゃったんだからね。短期は損期、タヌキのナヌキ。これも SEO たるもの特殊能力だった。お、メッセージが。なんでしょう。どこにいるの？探してるんだけど。ん？あー、反対の方向に来ちゃった。バカだと。ね。大丈夫。すぐ行くから。と言って行かないやつ。おいでよ。お腹は空いてないから大丈夫。めちゃくちゃ釣れない。冷たい感じで。それは君からのプレゼント。キラにあげるわけじゃん。冷たすぎる。キラに対して冷たすぎる。まあいいでしょう。こういうモテるやつにはそういう扱いをしてやるのがいいんじゃないですかね。ということで、まあ今日はここまでにしましょう。またね、次もやっていこう。楽しいやー。恋プロは楽しいでございます。みんなもね、ぜひ、みんなもねって、まあ、言うほどそんなに多くの人が見てるわけじゃないと思うけどもね、ぜひ気になる人はやっていただいたらいいんじゃないかと思います。とりあえず今日はここまでということで、ほなまた。